映画、ミッドナイトランナー。2017年やドラマ、イテオンクラス、20年などで名を轟かせ、マーベルスタジオ映画、マーベルズ、23年で、ハリウッドデビューも、果たして世界的に、大ブレイク中の、パクソジュン。韓国で、メガヒット保証俳優の異名を持つ彼が、イ・ビョンホン、パクボヨンらと共演し、異名にたがわず大ヒットした、パニックスリラー。コンクリートユートピアの日本公開、5日より公開中に向けて、オラカンニュースでは、パクソジュンにメールインタビューを実施した。同映画は、韓国で8月9日に公開され、7日間で観客200万人超を動員する大ヒット、さらに、第96回アカデミー賞、国際長編映画賞の韓国代表作品にも選ばれた。大災害により一瞬にして廃墟と化した首都ソウルで唯一崩落しなかったマンションを舞台に、そこに集まった生存者たちの争いを描いた物語。監督は隠された時間で高評価を得た新エオムテファ。